ついに変わった。この注意画面がついに変わりましたよ。これというわけで、動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてください。ほっぺピピック。とびっきりのクソゲーム、ポプテピピックプラプラポプコピピミの友情大作戦やっていきたいと思います。さらばキングレコード。あらラッキー。さあラッキーもらいました。ついにですね。お、変身対応のお知らせ。ついにですね、終了前日となりましたよ。見れるのか。あ、くそ、なんか見れる。見れない。後で見ろっていう話か。最後のお知らせを見せてくれよ。最後のお知らせ。平素よりポプテピピックプラプラポプコピピミの友情大作戦をお楽しみいただき誠にありがとうございます。ご返金についてサービス終了までにご利用いただけなかった、虹の派遣括弧有料の返金を下記の日程で実施させていただきます。返金期間は、12月の9日から、来年2月の9日の、15時までね。2021年1月より下旬、より、順次対応予定。サービス終了後はアプリがご利用いただけなくなります。ね。で、返金申請には、ID、パスワードが必要になりますので、サービス終了前に返金申請に必要な情報を控えてください。タイトル画面の、左下に記載されておりますメニュー引き継ぎパスワード発行にて、返金に必要な情報をご確認いただけます。返金期、申請期限を過ぎますと、ご返金対応をお受けできません。あらかじめ ご了承ください。引き続きポップテピピックプラプラ、ポップコピピミの友情大作戦をお楽しみくださいとのことで、これさ、サービス終了後にはアプリをいただけなくなりますって書いてあるんだけど、今出すの遅すぎ、前日出すの遅すぎじゃねって、1週間ぐらい前には出した方がいいんじゃないかなとは思いますけど、これが、9日目が、あれ、いつまでだっけ？ 9 日のいつだっけ？6 時ですね。あ、じゃあ、お知らせか、これ。サービス終了は、あ、そうですね、6時ですね。12月9日の6時なので、平日なので、私あれ、残業がなければ、これ、最後の実況、間に合うかもしれません。これが最後の実況となるか、それとも、9日が、明日9日が最後の実況になるかは、どちらかわかりません。もし、この最後の、明日9日の最後の実況間に合わなかったら、その実況できなかった分、この動画のですね、今撮ってる動画のですね、最後に、一言、付け足させてもらいます。一言っていうかね、最後のね、お別れの言葉を。付け足させてもらいます。さて、ですね、今回何しようかと思うんですかね。いかんせん開始した時間がですね、てっぺん登ってるんでそんなに長くはしないと思います。最後もなんか確認するだけ。あ、ザクザククエストまだやってんだね。集計はもう見られないですね。
やらかしランキングもないですね。グーテンモルゲン。あー、これが、まあ実質最後のランキングでしょうかね。見てください。この最後まで、最後の最後までこのアプリを、このクソゲーを頑張った皆さんです。あー、いつまでも戦い続けたかったポプコ。そうそう。俺もね、早くこのアプリに出会えばね、一緒に戦ってあげたのに。サンジもね、参加してくれてますよ。ポプテは不滅ですか？ゲーム、ポプテは不滅です。泥水すすってでも蘇ってきますんで。サービス終了。あ、俺のちょうど上がサービス終了。最後ということでですね、皆さんこの、いろいろとね、このネームを利用して、最後にお別れの言葉を、刻んでおりますね。彼女ができたので引退します。よかったね。ね、まあ、その、彼女がですね、あなたのポップコかピピミになるかわかりませんが、末永く爆発してください。ね。いやー、でもやっぱりこの上位の方は半端ないですよね。1238エリアで1210エリア。ガチランキングは見れないか。見れないですね。タイムアタックランキング。あれ、見れないよ。タイムアタックランキング見れませんね。残念です。19位、64エリア。これもね、最後、ランキングを戦った選手たちを見たかったんですけどね。これ、電波の遅延で見えないだけなのかな。それとももう、参加してないから見れないだけなのかな。ちょっとそこら辺わかんないですね。参加して見れないんだったら、俺これ参加してるはずなんだけど。あ、じゃあ、もう。いっか。ね、最後。防具とか、やっても仕方ないしな、つって。いや、あなたはもう最後の見せ物です。そのエイサハラマスコイ踊りはもう最後、これ、ここでしか見れない最後の踊りですから。皆さん見といてください。このエイサ、最後のエイサハラマスコイ踊り。あー、まためんどくさいやつが来よった。あ、見せ物ちゃうぞ、こら。あー、まためんどくさいやつが来よった。あ、見せ物ちゃうぞ、こら。あ、見せ物ちゃ、あー、まためんどくさい。セリフ3つだけかな。これ待機画面でもこのビジュアグラフィック変わればよかったんですけどね。じゃあピピミさん、じゃあピピミさん見ましょうか。ピピミさん見に来ただけですけど、それで怒られるんですか。自分が何やったのか、自分が何やった、怒ってないよ。あ、怒ってないですか。ありがとうございます。あ、ごめん、ヘルシェイク矢野のこと考えてた。あー、ヘルシング、ヘルシェイク矢野ね、まあ有名ですからね。怒ってないよ。あ、ごめん、ヘルシェイク矢野のこと考えてた。だいたいこの3つだけですね。もう一回これで行って戻ると、あれ、どうやったら踊らせることができるのか。モーションを変えたいんですけど、こっちかな。
エリザからマスコイですね。モーション変わんねえよ。確かピピミの方はね、エモーイをやってたと思うんだよね。変わんないね。エリザからマスコイだね。これやっぱログインによって、モーションが変わるのかな。ログインによっか、エリアをやっていって、戻ってきたら、ボイスと、モーションが変わるのかな。多分それっぽいな。まあいいや。ですね、今回はこの辺にいたしたいと思います。それではあるかな、次回明日最終日間に合うといいですねというわけで、また今回はこの辺で終了いたしたいと思います。それではまた次回、バイバイ。